冷やされのとことん聞こか。はい、始まりました、癒されとことん聞こうか。今日はですね、スタートから3人体制でお送りいたします。よろしくお願いします。いや、もうこの夫人はですね、1月新年会癒されのとことん聞こうか第50回記念の時にですね、もういろんな人生を歩んできた3人の歪みっぷりをですね披露するという、もう最終的にはもう、まあ、めぐみちゃんにあのおっさん2人が癒されるっていうあのコーナー、いや何にも癒せてないあのコーナーになってましたけども、これね、あの今年というか、あの今回もあの春の会ということで、まあ全員このね、人間に対して、まあ今はそうかどうか分かんなくても、まあ昔ちょっといろいろとあったと人間の距離感みたいなところですよね、をテーマにちょっと今日は、ね、人間の距離感、人間との接し方、そう人間との接し方ですね。これをテーマに、まあ前回ちょっと AT フィールドの話が出たんで、まあ、ちょっと AT フィールドからちょっとご説明を。あ、そうですね、AT フィールド、あのまああの某エヴァンゲリオンのね、あの防御壁として有名な AT フィールドなんですけども、まあ、我々の、まあ、専門用語としてね、あの心の壁というかあの心的距離みたいなところでね、同じ単語で使わせていただいておりましたけれども、もう絶対的に心は許さんぞガチンみたいなこう八角形のガチンってなるものを AT フィールドと呼んでましたけれども、これをねちょっとまたあの深掘りというか、ちょっとね、まあ、細かくね、そう細かくいきたいと思うんですよ。要はその僕らはその最初ね、どうしてもあの人間を全面的に信用できる環境で幼少期育たなかったあの疑いから入るじゃないですか、どうしても、うん、なんかここからここまで入ってくんだみたいな、カーンつって AT フィールドね覆った状態から果たしてどう接してきたのかというところで、もう今になっては結構こうだから、何ですかね、変わってきたと思うんですよ、うん、若い時と比べると、うん、そのあたりの部分で未だにエティフィールド張ってる若い方に、まあ、こうやって変化していくんだよみたいなところが見せられればいいかな、人は変わっていけるよと、いけるよというところですよね、そこをなんか見せたいなというふうに思っておりますと、はい、いうところでございます。ちなみにじゃあ最初ちょっと宣伝入りますけれども、はい、あの癒されショックと心のカウンセラーということで、私株式会社癒され代表取締役をやっておりますが、こちらですね、あの、まあ、心の材料は食なので、やっぱり食をねしっかり整えないと心は荒れるんですよ、うんうん、これもうね、めぐみちゃんもうお分かりでしょ、さっき散々ね熱弁しましたからね、そうなんですあの僕ら結構食の会で飲むんでね、実はあの皆さんすいません、もうすでに僕ら出来上がってます、もう完全にね飲んだくれてやってまいりました、完全に飲んだくれてもうね、あの18時15分から浅草橋でね、もう乾杯してから、乾杯しからやってまいりました、やってまいりましたけれどもいや局長もぜひね次回は、いやそうですね、次回はね、ぜひぜひ夏の会は次回ぜひよろしくお願いしたい、もう3人で飲んで喋って飲んでみたい演歌みたいな感じでいきましょう、最高ですね、いい感じでいきましょう、はい、あもうそのね、僕らがベロベロ喋ってる間にあのスクロールありがとうございます、あのこういう形なんですよ、まあ、とにかく食生活が荒れてると心が荒れてた子が結構やっぱり多くて、うん、例えば毒親にネグレクトされて自分で、まあ、カップラーメンとかアイスしか食べてこなかった女の子がいたんですけど、うんうん、その子はもうアイスバニラアイスじゃないと食べられなくなっちゃった大人になって、うん、でそうするとやっぱり心がね本当に乱れてるんですよ、バニラアイスしか食べられないから、まあ、ちょっとずつ慣らしてっていう相談の方向に持ってったんだけど、うん、やっぱり最初バニラアイス以外のもの入っちゃうみたいな感じの状態から入ったので、結構時間はねかかったんですけどね、でも本当ショックって、うん、なんかそれこそやっぱうつの方とかって、うん、やっぱお薬とかをね処方されちゃうけれど、はい、実はうつじゃなくて栄養失調のだけな人もすごく多いっていうのもね、うん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 、よく聞く、そう、いや本当そうなんですよ、なんか結局
なんか問診をしてうつ病って診断しちゃうと、うん、病院的には薬出せてお金儲かっちゃうので、うん、結構その辺が緩いんですよね日本はね。日本はですね。でなんか欧米で今そのうつ病になったら血液中のなんか成分がこれが上がるみたいな、なんだったかな、なんとかってタンパク質が上がると検知できるみたいな研究を今始めてるらしいんですけど、それが実用化されればね結構は変わるかなと思うんですよね。あとはあれだよね、単純にセロトニンがね、そうセロトニン、ね、幸せホルモン、幸せを感じるホルモンがね分泌されてなくなっちゃ う、これですね、あのセロトニンとメラトニンって表裏一体の神経伝達物質がありまして、セロトニンが、まあ、夜になるとメラトニンになるんですけど、メラトニンっていうのはその睡眠、眠るために必要な神経伝達物質なんですよ。セロトニンっていうのは気持ちが穏やかになるために必要な神経伝達物質で、これはやっぱりその材料がトリプトファンっていうアミノ酸なので、うん、ちゃんとしっかりそのアミノ酸なりタンパク質なりを取ってないと、取らないと作れない、ね、作れない、その通りなんです、うん、でタンパク質の分子が分かれるとペプチドになって、でさらに細かくなるとアミノ酸ことなので、基本的に材料一緒なんですよ、うん、あの組み立てが、で要は完成してるゲルググと部品のゲルググとの違いなんで、分かりやすい、分かりやすいでしょゲルググはゲルググなんですよ、要するに分かりやすいですね、分かりやすいでしょ。だからそのパッキンから取る前と取った後みたいな、で組み立てた後みたいな感じの3段階に分かれるんですけど、まあ、その材料をやっぱり取っとかないと、基本的に人間ってあの脂肪と筋肉だと筋肉から痩せちゃうんですよ、うんうん、だからなんかよく女の子が水だけ飲んだら痩せたわーいって喜んでる子がいるんですけど、その子は多分将来的にめっちゃ太ります、筋肉がね痩せちゃってるじゃんね、うん、なのでそういう、まあ、骨もスカスカになっちゃうし、そういう間違った痩せ方じゃなくて、ちゃんとタンパク質を取ってると、その痩せる分のタンパク質がその取ったタンパク質で補うのでちゃんと脂肪が燃えると。うん、だあのダイエットするときは食べないとダイエットになりません。水だけダイエットはもう一番やっちゃダメなやつだよね。一番やっちゃダメなやつですね、うん、なのであのこの前逮捕されてたなんだっけモデルの人、誰、ああ道端、あそうそう道端さんだ、道端ジェシカさんは、そうなんだ、そうは結構その水だけで痩せるみたいなことを言ってたんですけど、まあ、めっちゃ間違えてますよね。なので、まあ、そういうの食を整えることによって心も整って体も整うので、まあ、それを両方やらせていただいているという話でなんですけれども、まあ、食が整ったところで心が病む場合もあるので、まあ、そこのね部分はねやっぱりやっていかないといけないとこなんですけども、まあね、そのもともと愛着っていうワードがありまして、これがその愛着、うん、アタッチメントっていう言葉を日本語訳すると愛着になるんですけど、このアタッチメントがしっかり形成されてないと人間って不安定になるんですよ、うんうん、でこのアタッチメント、愛着がどう形成されるかっていうと、親との信頼関係、家族との信頼関係が、うん、もう手放しでこっちが全てをさらけ出しても向こうは受け入れてくれると、しかも言語化しないでっていう時に愛着っていうのが形成されるんですよね。無条件の愛的な、そうそう、あの無償の愛的な感じの時に愛着は形成されるんですけれども、うん、まあね、まあそれがね形成されたりされなかったりしてる3人なんで、そんなことないよ、いやそう、あのめぐみちゃんは多分ねそんなことないよ、そんなことない、そう、あの僕とね局長は多分ね形成されてない派なんですよそうめぐみちゃんは話聞いたらね全然そんなことない、私はまたちょっと違う、ね、そう、全然、そう、またちょっと違う違う茨の道じゃないですか、またちょっと違うジャンルで、そうそうそう、ま、ちょっと違うジャンルなんですけど、どっちかっていうとね、まあそのいろいろその DV とかね、うんうん、性被害とかね、そう、そっちの方家族っていうよりね、うん、まあ、僕らはね家族の方なんで、うん、だ僕と小町局長はその愛着がまあ形成されてない側の人間なんですよ。でここに愛着が形成されてない人は2人いて、形成されてる人が1人いるのでまあ人間の接し方されてるされてないでどう変わるのかというところをですねちょっと説明をしていきたいと思いますけれども、まずちょっとねもう話してたらもうあの10分になっちゃったので、あっという間まずですねちょっと曲紹介いきたいと思いますけれども、1曲目はですね
あの東京カメレオンという、まあ、バンドがございまして、こちらのバンド本当に大好きなんですけども、新曲が出ましてですね、The Yourself という曲をちょっと聴いてください。どうぞ。聞いていただきました。これワンコーラス分なんですけども、これですね、あのフル曲は今ダウンロードですとか配信の方でやってるので、今聞いた曲気になったという方がいらっしゃいましたら、皆さん気になってると思うんですけど、ぜひですね The Yourself 東京カメレオンで検索していただくか、すいません、 Twitter で東京カメレオン今検索って可能ですかね。ありがとうございます。これですね、ちょっと彼らのリンクをですね、まあ、貼っていただけると嬉しいです。いや、うちのアズーリスタッフがね、事前に準備してないなんてことはないと思うんですよ。違うんですよ。僕が全く何も言ってなくて。で、しかもですね、このアズーリさんはですね、こう、振った瞬間にちゃんとやってくれる。ね、すごいよね。本当にすごい。ありがとうございます。これですよ。出てきた。こちらのね、東京カメレオンのちょっとスクロールして、コツイを見せていただくと、ここにリンクが載ってますので、ぜひツイッターの東京カメレオン検索していただいて、ここの、リンクのそちらですね、これクリックしていただくとさっきのページに飛ぶという形になっていて、もう Spotify から何から何でもあれなんだね、うん、そうなんですわ。なのでぜひちょっとですね、もう彼らもいろいろ乗り越えてきたので、あのぜひ聴いていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでございましたけれども、ではですね、まあちょっと、まあ我々パターンからいきましょうか。局長、どうすね、ゲルググの方から、ね、ゲルググの方からいっちゃいましょうか。まずですね、まあ、ジムやボールにはなれなかったんですよね、僕らはね。わかりやすいですね。そう、ジムやボールにはなれなかった。何がわかりやすい。ちょっとわかりやすくね、わかりやすくお伝えしてあげてくださいまし。これやっぱりね、その通常、まあ、さっきも実はその韓国料理屋さん行ってきて、うんうん、お子さんがすごい懐いてきたんですよ。こっちが、あ、頑張ったね、偉いねとかって言うと、もうすごい食いついてきて、もうニコ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 こういろんなパフォーマンスを、ね、そうそうそう、うんうん、見せてくれるわけなんですけど、うん、まあこれが通常のパターンなんですよ。で、僕らみたいなパターンだと、うん、まず大人は疑うべきものなんですよ、うんうん、とにかくあの警戒からスタートすると、うん、で要は大人、子供なので絶対力でかなわない、分かってるし、もうあのなんですかね、もう巨人を見上げるエレン・イェーガーみたいな感じなんですよ。こうどうしてもタッパでかなわないから、あのそのね、大人の方の機嫌を取るんですよね。なので子供っぽくいかに無邪気に、うん、しかも相手が望む態度を取るかに命を削るわけなんですよね。それは認めてもらうためにというよりは安全を確保するためかな。うん、はい、
そうなんです。あの認めてもらうとかの、そのいわゆるマルローの5段階欲求の、うん、その工事の欲求、うん、自己承認欲求とかの前なんですよね。生きるっていうすごい原始的な欲求の方で、あの気抜くと虐待されちゃうんで、殴られたりとか、そう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 、自分の命を守るために、その年上とかもう結局だから先輩とかができた時もすごい僕はもう媚びを無意識に売っちゃう条件反射になっちゃってたんですけど、もう自分でも分かんないぐらい超無意識に媚びを売ってたんですけど、なんかあの力の強い存在にはなんかもう機嫌を取るのがもう本当にもうあのもう AI 的な感じで機嫌を取るプログラムが発動しちゃうんですよね。うん、っていう、もう多分小町局長共感しかないと思うんですけど、そうですね、うん、まあ、もうすごい性格悪いですけど、うん、アズーリ来るまでは、うん、どうせこれ好きなんでしょっていう感じでやってました。いや、そうなんですよ、わかる。だからすごい、たまにだから異性とかからたまにめっちゃ冷たいって言われるんですよ。あ、言われますね。そう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 、うん、だって機械的にやってるから、うん、これ好きなんでしょつって、でこでのたまに、うん、ね、あ、ごめんなさい、あ、どうもどうも、こう、うん、どうぞどうぞ。ね、まあ爽やか好青年でいれば、うん、とりあえずね、爽やか好青年で仕事で結果出してれば、そうなんです、まあまず嫌われることもないですし、うんうん、あの昔みたいに迫害されることもないですし、うん、そうそうそうなんです。僕ら迫害されて育ちましたからね。そうそうそう。身のね危険も守れるので、そうなんですよ。それをやるんですけど、うん、やっぱり365日24時間はできないじゃないですか。できないですね。だから最近まあ昔の会社のあのちょ当時の何でしょう、うん、あの会社一緒だった人に会いまして。はい。すごい言われたのは、その会社はまあ朝礼があって、うん、結構こう、フロアごとに集まって、はい、でまあ出張でなんか朝礼うまい人は出張朝礼とかもさせられて、別のフロアで朝礼とか、そういうあの型にはまったやつは私もう大得意だったんですね、うん、めっちゃわかります。型にはまった朝礼でちゃんと、うん、なんでしょう、ちゃんとすごいあの仕事にもつなげながら小笑いも取りながら時間もぴったり収めて、うんうん、あ、小町すげえって言わせるのが得意な、まあ、最低な人間だと思う。いや、それね、あの、ま、同じ僕も会社員時代超朝礼うまいって言われてました同じですね。そう、一緒、同じ、そこ一緒なんですよ。そうですね、でそれをやって、まあ、そういう朝礼があったんですけど、うん、その朝礼でやっぱり僕は基本的に聞くときは一番後ろがいいんですよね、うんうん、まあ、基本的にやっぱり昔から学校とかも席はもう一番後ろがいいんですよ、見られたない、うんうんうん、で後ろで見てたらあのやっぱり人が話してるときなんで油断してたんでしょうね、うん、なんか見たことないぐらい無の顔してたらしいんですよでも僕らって無の顔が素じゃないですか。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよね。そう、別に何の感情、ただただただ急に、うん、ってなっただけなんです。わかります、わかります。あの普段あの実は本当は無がゼロ点なのに、うんうん、その周りに対して表情作ってるから、だからそれしか見てない人たちはえってなる、ね、そう、えってなる、うんうん、えってなる、本当そうなんです。いや、そうなんですよ。だからその結局なんですかね、人間との接し方を機械的に処理しちゃうんですよね。だから僕らはルールがあるとすごい得意なんですよ。そのルールを最大限にして、ね、型があると、そう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 、最大限にそのポテンシャルを発揮できるんだけど、うん、愛ってルールないでしょ、型もないでしょ、ないね、ないね、めちゃくちゃ苦手なんですよ。ざっくりしてるから。そうそうそう、愛とはみたいな、愛とはみたいな、そうそう、その通り。だ、愛とは何かについてまず愛着が形成されてる人に聞いてみましょうか、小町局長。そうですね、そうそう、愛ってな、だから、そのめぐみちゃんなりにその人との接し方でね、まずその一番愛してる人との接し方ですよ、うんうん、愛してる人と接する時ってどういう感じなのかな。その例えば俺みたいな友達とかと接する時と何が違う、うんうん、愛してる人との接し方、接し方、これね、あのじゃあ前提条件話しておきましょう、うん、前提条件ね、僕らは、うん、
最愛の人と友達との接し方が一緒です。ああ素晴らしい、うん、でも私もそういう意味では一緒で、うん、まあ今は多分逆にその自分があんまり好きくないっていうか、うん、そういう人と関わりを取らなくなったから逆に周りにも好きな人しかいないんですよ、うん、あ、なるほど、変な話、なるほど、変な話、ね、素晴らしい、そう、なんかまあ3年前にいろいろちょっと整理をして、うん、人員整理しましたね。人員整理しましたね。で、そのやっぱ気を使う人ってその仕事とかも、うん、やっぱなんかお酒の席とか毎晩やっぱあった時って、うんうん、やっぱ何か仕事につながればいいからってやっぱ損得感情で考えたりとか、うん、やっぱ好かれる自分をやっぱ演じてたわけですよね。その辺は一緒ですね、うんうん、でもやっぱそれって疲れるじゃないですか、単純に。まあ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 ね、まあその人生理をした時に、うん、してなんかもう名刺が大量にあったけど、うん、その名刺と顔がなんか一致しない人がすごいいっぱいいたから、うん、もう一旦もうなんかさーっとなんかね整理して、うん、今は本当にだから自分が関わりたいと思う人としか関わってないから、うん、そういう意味でそのなんか違いが何かっていうのが逆に今なくなったんですよ。あ、なるほど。なるほど、そうか、外の要因なんですね。外の要因で、まあ、嫌いな人とそうでない人は接し方違いあったけれど、あったけれ ど今人員整理をして好きな人しか周りにいないから、逆に変わらなくなった、なくなった。でもなんか、自分がされて嬉しいこと嫌なことはしないっていうか、うん、でもなんか本当なんか自分が好きな人だったら、うん、なんか多分勝手にこれしたい、うん、あれしたいとかっていうのがなんか、うん、出てくるんですかね。ああ、なるほど。自然となんか、なるほど。これですね、ちょっと僕と局長の共通の質問になると思うんですけど、そもそも好きって分かんないんですよ人を好きって分かんなくないですかなんかでも、うん、その異性とかだけじゃなくってもはいはいはい、はい、まあ、ほら同性とか、うん、いろんな人がいるわけじゃないですか、はい、の中で、うん、好きっていうのは分かりますか。え、そのなんかパートナーとかの、うん、多分好きっていうのは特に分からないわけですよね。そう、多分女性とかに対して起きた方だったら、要はその友達としてのライクとラブの違いが分かんない、うん、まず、うん、好きは好きだから分けなくってもいいんじゃないかなと思うんだけど。そうだから、そのめぐみちゃんに対する態度と小町局長に対する態度と、うん、彼女に対する態度が全く変わらないの俺は。え、それってなんかさ、うん、ダメなの。いや、どうなのかなと思ってそのダメかどうかを判断する以前のその判断基準が僕らないんですよ。なんかその、うん、今は私これ勝手のまあ持論ですけど、うん、なんかそういう意味では一緒なんじゃないかなって思うんですよ。いや、これはね、うん、多分めぐみちゃんはある程度やっぱりたどり着いてる人のセリフなんですよ。これなんでこの話をするかというと、うん、僕と局長は女側の人にクレームをもらったことがあるんです。だから、ね、だからあれだよね、相手があのやっぱ期待をされるからだよね。そうなんですよ。だからもっと自分を特別視してほしいってことだよね。そうそうなんです。だって僕の元嫁なんか、あの僕が相談相手として全然異性として意識してないような元生徒たちに嫉妬してましたから。意味が全く分かんないですよ。僕的にはなんでって。いらっしゃいました。いや、ね。うん。僕はあの、はい、結婚式で、うん、同級生の結婚式で、うん、同級生たちの席で、私の、うん、あ、はい、まあ、女子、女友達の後ろに私が立って集合写真撮っただけでめっちゃ言われたことあります。いやー、でもね、これお分かります。そうなんですよ。なんてそこ立つ意味あんのって言われて、そう、だってこっち意識してないじゃないですか。意味はない。そうそうそう、意味が全く分からない。意味が全く分からないですよ。だからそれ言われすぎて逆に、え、俺こいつのこと好きなんかなって思いました。でもやっぱ心配だったらね。心配なんだ。うん、なんかさ、ほら。心配ってなんすか。心配って。ほら。自分逆にだから、うん、私のこと好きなの。ついてくれてるかっていうのがさ、あ、なるほど。言われるんですよ。ね。長所。そう。でじゃあ、うん、さっきのあの野菜さんの全く同じ質問になるんですよ、うん、好きって何っての、うん、そうそうそう本当そうなんあれでしょ、なんかさ、うん、
やっぱりさ、特別視してほしいっていう、なんかやっぱ期待だよね。いや、そうなんだよね、うん、いや、なんか僕この前、元生徒の、まあ、仮にシーコちゃんと言いましょう、シーコちゃんとあの昼ちょっと一緒に飲む機会があって、うんうん、でそのシーコちゃんの誕生日お祝いでカニが食いたいって言うからカニ食わせて帰ってきたんですけど、うん、そのシーコちゃんに初めてそこで聞いたんですけど、うん、いや実はと、先生が結婚してた時にみんなで、うん、まあ、高校時代遊びに行った時に、うん、なんかその私に、いや実はあの僕がね、うん、多分 A 子ちゃんのこと好きだから警戒してるみたいな話をしてたらしいんですよ。でそれ聞いて、別に A 子ちゃん僕全然好みじゃないので、その女性としてはね、うん、あの仲はいいんですけど、この元嫁マジ何言ってんのかなと思ったんですよ。でただ今その2人の話を聞いて思ったのが、だから多分その元嫁に対する態度と A 子ちゃんに対する態度が多分一緒だったんでしょうね、うん、だからその向こうは不安になって、特別、もっと特別に思ってほしいっていうことで不安になったのかなと。でただ僕らはその特別の意味が分かんないから、だから好きか嫌いかの判定でいうと好きゾーンにいらっしゃいますよっていう、それ以上何を求めていらっしゃるのかなみたいなところが、その相手側がやっぱり自分が一番でいたいっていう、言うてしまえばマウント取りたいじゃないけれど、やっぱり人って優越感を感じた時にやっぱりなんか満たされる人ってやっぱりね、いるじゃないですか。そうね、そうね、そういう、だからそういう欲求だよね、承認欲求っていうか、っていうところになってちゃうね。これじゃあ例えば、まあ、異性の話今になってますけど、あの僕らとしてはあの相手を思いやって行動をしてるじゃないですか、小町局長にしても僕にしても。でもそれがなんか不満をいただくと、クレームをいただくことがあると、うん、ってなった時にめぐみちゃんからして特別に扱われるってどういうことなんですか、うん、特別に扱われると、そうそうそう、こじれてますね、こじれてます、だから分かんないんだそうそう、特別って何っていう、なんかやっぱりだから、うん、そのまあ比べてだよね、うんうん、周りの人と比べて、うん、自分に対するなんか接し方が、うん、まあ人によって違いますけど、優しいのか、なんか特別待遇されてるのかとか、うん、そういうのでその愛情を測るみたいな。なるほど、よくわかりました。あの多分僕らに嫉妬してた人たちも病んでましただから多分病んでるのは井上さんと局長だけじゃなくって、うん、やっぱりお相手の方にも、うん、やっぱなんか問題がね、問題ありというか、まあ結局自分の鏡なわけじゃないですか、うん、全てはね。そうそうそう、いやこれ本当に思うんですけど病んでる人って病んでる人引き寄せるじゃないですか。だからあれですよ、うん、お二方のちょっと内面の心境の変化があったら周りが変わる可能性は十分にありえますからね、うん、いやそうなんですよね。いや僕はあの本当に、うん、あれですよ、1月かな、うん、2月やったか、うん、本当に急にですよ、うん、急にあって気づいて。ほう、何に。今までその、うん、付き合った方が、うん、そういうメンヘラになっていくというか、まあ、させてしまってるのが自分だとかって、うん、あ気づいた。いや、あのさせてしまってるのは自分だは、うん、アズーリ入ってから気づいたんですね、うんうんうん、自分がそういうふうにあのさせてしまってたんだなは気づいたんですけど、うん、急にですよ、急にあって何にも全然考えてない時になんか降りてきて、うんうん、あっちゃうわって思って、俺が一番メンヘラやったよ。ああ局長はついに気づいちゃったんです、ね、気づいちゃいましたかそうなんです、大進歩ですね。いやこれね本当そうなんですよ。でも本当その気づくとこからやっぱり始まるっていうか、うんうん、びっくりしましたね。で気づいて、うん、あのそうそうメンヘラやったんやなって気づいて、うんうん、そうなんていうんですかね、うん、やっぱもう多分同じことは絶対起きないと思いますね。いやー抜けましたね。すごい。抜けましたね。
ツメンヘラです、うん、本当ですね。でも本当まさしく今おっしゃってた通りで、うん、結局その本当あの量子力学的な、うん、そういう話でいくと、うん、周波数的な話でいくと、うん、自分の中にないものは作り出せないんですよ。自分の目に映る世界作り出せないので、うん、結局なぜ相手がそういう人たちなのかそういう、まあ、事象が起こるのかって、うん、結局自分の中にあるから作れちゃうんですよね。なるほど、まさしくですね、うん、だから本当に今もうまさしく言ったから多分もうそれ終わりますね、うん、そう終わりますね終わりますね。曲調を改めて脱ヘラでございます。脱ヘラですね。やった、脱ヘラでございます。永久脱ヘラ、そう永久脱ヘラですね。もうね、あのお試し500円ぐらいな、うんうんうん、あーなるほど。やっぱりね、今のお話だと僕はそのメンヘラのくせに、うん、まあ、ずっといい彼氏でいなきゃとか、うん、まあ、それをタキシード仮面でいなきゃがずっとあったんですよ、うんうんうん、分かりやすいですね。分かりやすい。あの、ね、あのご存知と思うんですけど、その人間と接してこなかったので、アニメとか漫画とかしか先生がいなかったので、その通りですね。ね、セーラームーンをやっぱりもうセーラームーンもあの親父に殴られながら見てたわけですよ、うん、こんなもん何見てんじゃと言われながら、うん、僕はセーラームーンを一生懸命見てて、はいはいはい、タキシード仮面を見た時に、あ、これが理想なの、こうならなければならないんだと思って、うん、でもなれるわけもなく、うん、でも多分タキシード仮面を演じてたんでしょうね、うん。でタキシード仮面演じてるんだけど、あのたまにあのむちゃくちゃタキシード仮面どころか、うん、もうあのラスボスみたいな顔するんで、まあ、すごい分かる。その仮面の下はね、ちょっとラスボスタキシード仮面仮面だったわけですね。あ、すごいすごい分かりますそれ。いや俺本当に目つき悪いって言われ続けてたんですよ。だってあのだから言うじゃん、いつも、うん、たまに一瞬目が、そうそうそう、まだまだね、その名残があるらしいんですけど、いやもうそれ多分消えないですよね。消えないです、消えないです、まあ、でもそういう時代ってね、消す必要もないよね多分、うん、そうですね、うん、そうですね。終わりのスタッフにもいつもね、はい、いやーよかったよかったっていう時、局長目全然笑ってないんですけど、目くらいも言われて知らんがら目笑えへんの知らんがやろって。いやーでもそれ超わかるんですよね。なんか俺本当にショックだったのが、なんかあの人材派遣の営業マンをやってた時代があって、うんうん、僕そこであの全国1位を取れたことがあって、その食品分析の方にスカウトされるっていう流れがあったんですけど、うんうん、だから本当に、まあ、僕としては真剣にね、うん、仕事をしてるだけなんですけど、なんか目つきが怖すぎて鬼軍曹って言われてたんですよ陰でね。でなんかまあ態度も怖かったんですけど、でだからそのあの後々会社を退社した後に仲良くなった後輩たちと今でも軽く飲むんですけど、その子たちに、いや実はと、井上さんを街で見かけた時逃げてましたって言われました。そんなにみたいな。まあ、あとはさ、うん、まあ、やっぱ若さゆえっていうのもあるよね、まあ、まあね、きっとね、うん、ありますけどね。だガチゴリに僕がショックだったのが、その電車で全身入れ墨の明らかにチンピラな人に目そらされたことですね。って言ってさっき立ってた、ね、マジでっつってガンクレ合戦で立っちゃったっていうのがね、ほんとショックでしたね。え、お前本職ちゃうのっていうのがありましたね、若い時はね。まあだからだんだんね、角が取れてきてね、うん、そうですね、いろんな人生経験もね、人とね、うん、得意なのか得意でないのかわからないけれど、これね、今いい例え方、そう、僕らって能力的にはこなせるんですけど、心的にはこなしたくないので、あの本当に接するのが得意なのか苦手なのかっていうと、うーんってなるんですよね。スキルはあるので、もうね、だって本当に俺小町局長、多分あの血繋がってないですけど兄弟ですもんね。もう一緒すぎて、そう、もう俺も全然弟だと思ってます。全然本当に同じすぎて、話をするだよ、あ、同じ道歩んでると思って。そうそうそう、本当そうなんですよ、ね、これ
でも多分血つながってて同じ環境で行ったらまたちょっとちゃうみたいな。いや、そうなんですよ。血つながってるがゆえの反駁がまた余計なやつが入ってくるんで。そうそう、余計なね。でも弟は脱減らしましたから。いや、だから弟の方が成長が早いってことですよ、これね。ちょっと成長しましたから。成長、いや。脱減らしましたね。いや、素晴らしい。だから、その、結局、最終的に、まあ、いきなり典型でね、ガーンと、あ、自分が、みたいに、気づくっていうのはすごい大事なことなんですよね。ただ、あの、脱減らはしたはいいんですけど、うん、あの、なんていうんですか、その、今までの経験値が、言うたら、なくなったわけじゃないですか。まあ、今までタキシード仮面でいることじゃないことじゃないといけないんだって。そうですよ、うん、ってなると、うん、僕多分だから今私のこと本当は好きじゃないでしょうとか言われたら、うん、なんて言ったらいいかわかんないですよね。あ、これどうすか、女の子的に、あの、ちょっとメンヘラ臭い子が、うん、私のこと本当は好きじゃないんでしょっていう、これ試し行動っていうんですけど、うん、本当は好きっていうセリフを期待してるんですよ、うん、で、その試すためにそのわざと困らせるような質問をしたり困らせるような行動を取ることを試し行動っていうんですけど、うん、これ女の子側は取りました、うん、で、男側はどう反応するのがベストですか。ベストというか、もうまんま聞いてあげたら、うん、逆になんかどういう風にしてもらったら好きだと思ってくれるのかっていうか、彼女が。なるほど、うん、なんか自分はやっぱ自分の中ですごい思ってる行動をしてるするわけじゃないですか、うんうん、その彼女を思った行動をするけれど、うん、でも彼女にとってはちょっとなんかうんって思うんだったら、だったらあなたはどういう行動をされたら逆に喜ぶのか、でそれを聞いて自分がなんか、あ、そうなのかと思ってそれをできるのか、なんか聞いてもなんかうんって思うんだったら、うん、なんかちょっと価値観が合わないちょっと違うのかなみたいな。あ、だからあれですね、やっぱりこれシンプルイズザベストですよ、うん、局長やっぱ聞くのが早いよね。早いよね、やっぱどんなに仲良かろうが、うん、その人の考えてること全部知るなんて不可能じゃないですか、うんうん、その確かにそのそうですね、うん、だったらもうなんか、うん、こじらせる前に聞くのが早いよね、聞けるなら。これちょっとシンプルな答えが出たところで、すいません、ちょっと実は話しすぎて7分押しちゃいました。あの、曲紹介参ります。2曲目ディスペイドでスーパースターにしよう、どうぞどうぞ。スーパースターにしてよ、彼女は去ったよ、サングラスかけたよ、友達減ったよ、スパンコール煽ったよ、変人扱い、ホットパンツ履いたよ、もう後には引けないんだと、やるの、そんなの言わせない、今のうちサイン書いてと笑われ、九段下降りたよ、用事もないのに、地べたから見上げてた、立ち上がり続けろ、バイハート、星になって空を飛びたいんだよ、スーパースターにしてよ。
はい、聞いていただきましたディスペイドでスーパースターにしてよでございましたけれども、こちらね実は4月の2日にあのエンペリアルフィンガーシュンタというギタリストがあのうつ病から復活して北海道から療養を終えて帰ってきまして、復活ライブ僕も超騒いでまいりましたけど、見事ですね、このアズリにももう2回出演してますけども、そうなんだ、見事復活を果たしましたということでおめでとうございます。おめでとうございます。はい、ということでね、もうぜひちょっと実はですね、8月の27日に彼ら主催京都主催のフェスが渋谷でありますので、ぜひ彼らのツイッターをチェックしていただいて、ツイッター出ますかねディスペイドの方のツイッター出るかな、こちらの方にですね、今こついが多分8月27日のフェスの話、あの第1回バンド紅白歌合戦になってると思うんすよね。これをぜひ僕も、もうあの4月2日のライブでチケットその日買っちゃいましたけども、うん、ああもうは行くんね、もう行きますね、もう全然行きますね、うんうん、彼らはね、はい、ありがとうございます。こちらね、もう売れる前に先にスターになっちまったっていうね、もう彼らもいい感じですよ。これちょっとスクロールしていただいて、はい、あ、これがそうか、オープンカーに乗ってか、じゃあもうちょっとスクロールしていただく、あ、これですね、これ第1回紅白バンド合戦、これ8月27日 Spotify ウォークエストで、やりますので、ぜひ皆様も来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでございまして、もうねあと7分半ですって本日7分半でございます逆に全然違う話しましょうかなるほど、逆に切り替えてね、逆に切り替えていきましょうか、ね、じゃあその何だろう、早いなぁ、うん、その家族って、そのまあ愛着が形成されてるめぐみちゃんに聞きますけど、はい、家族とはどういう存在なんですか。多分全然私の場合参考にはなりませんけれど、うん、なんか仲いいんですけど、うん、かといってなんか執着もないんですよ私家族に、あんまり。そうなんだ、あれそこはだけど、うん、なんかまあ当たり前にいる人たちみたいな。あ、でも確かに愛着が形成されてる人の方が当たり前かもしれない、うん、いやでもそこは分かりますね。なんか、うん、僕あのこう大学時代山梨だったんですよ、4年間山梨で、であのみんな冬と夏の休みに実家帰りたがるんで、うん、実家帰るんですよ、うんうんうん、僕は実家絶対帰りたくなくて、ずっとだから一人でバイトしてたんですけど、うんうん、だから実家に帰りたいと思うことが分かんないみたいな、うん、わかります。私は分かる、わかりますよね。私も基本的になんかどっか行ってることの方が多いから、うんうん、まあまあね、で連絡も全然全くしないけど、うんうん、でもお母さんとかは特にまあ、うん、私の性格もなんとなく分かってるから、うん、まあ連絡がないのはなんか元気にやってる証拠ねみたいな感じで。ああなるほど、これです小町局長、ちょっと言語化しますね。あのまず僕と小町局長の前提条件って他人って 100% 期待しないんですよ。うん、だから自分で全部やってきたし、うん、だからその他人から何かをされるということに全く慣れてないんですよね。うん、から一回苦手なんですよ。だから局長がね、あの元同僚の人がね、風邪の看病にいきなり移るのも構わず来た時にダバってなったっていうのは、その距離感って分かんないじゃないですか。そうなんですよ。だからいきなりそう優しくされるのにも弱いんですよね。でだからその家族が自分のために何かをするっていう前提条件がないので、なんか要は家族に対しても他人に対しても僕らとしては接し方同じなんですよ。相手の意図を読んで、相手の意図の思うところを演じるっていう、タキシード仮面仮面方式が一緒なんですよね。うんうんうん、そうですね。そうなんです。これちょっと今年の流行語大賞狙いないや、もう選ばれるかもしれない。タキシード仮面仮面。仮面仮面。これもうあのアズリさんで俺が12月にやるときに局長に来てもらって、めぐみちゃんに来てもらって、じゃあやる今年の大賞仮面もね、もうそうそうそうみんなつけて。もうだってあのすでに1、あと5分しかあともうねあと5分しかないんですけど、あもうこれまとまんねえよこれ無理だね。そういやでもそうなんですよ。だから当たり前にね
めぐみちゃんの場合はいるのが当たり前の存在、あとやっぱ私は直接お姉ちゃんとかに言われたのが、うん、やっぱ私も結構いろんなこと散々やってて、お姉ちゃんもまあ全部知ってるわけですよ、私が何をしてきたかっていうの、でもまああんたが何やっててもどこで何してても、うん、まあ味方でいてくれるっていうのは直接お姉ちゃんは言ってくれましたね。すごいですね、うん、それを僕もアズーリ入るまで知らなかったんですよ。そんなものがこの世にあるなんて。いや本当ですよ。だって俺実の兄貴に親父に似てるからお前のこと信用できないって言われました。いや本当に親父が嫌いで、うちの兄貴は。いやそうなんですよ。だからもう、ね、あのなんですかね、結局でやっぱ大前提のその家族っていうフィールドをだから僕らは知らないんでしょうね。局長と僕はね。だからさっきの彼女に対しての発言も、うん、結局聞くっていうことは答えが返ってくることを期待してるじゃないですか。だから僕らはそれが期待できないんですよ。だあのその人がその自分に対しての 100% 答えをくれるっていうのを鼻から期待してないから、うん、じゃあ 70% でもいいからその人が演あの望んでるものを演じた方がめんどくさくねえなっていうところに今まではね落ち着いてたんですけど、うん、まあ、局長は脱減らしたんで、いろいろ気づいちゃった、脱メンヘラしたんで、これで変わってきますね。え、絶対変わるよね。ふざけたことしか言わないです。タキシード仮面じゃない、うん、そうタキシード仮面じゃない局長にね、ちょっと惚れてくれる女子が現れるかもしれないですね。僕自覚してたのは、そのタキシード仮面でいなきゃいけないって、僕はあの最低な人間なんで、うん、ちゃんとしなければならないがすごい強くなったんですよ。そうなんですよ。だからあれですよ、その、うん、最低な人間っていうところをね、まずちょっと変えていきましょうか。ですよね、うん、だってですよね、大前提人間のクズは自分って思ってますよね。うん、あのこれがちょっとこじれてって、僕はあの、うん、その最低な人間やけど、うん、面白い自信はあるので、いやこれもうだからね、そこの ある意味受け入れちゃってるんですよ、うん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 、これね、あの本当に僕らあるあるなんですけど、存在は最低だと思ってるんですよ、うん、能力は超高いと思って。存在最低を今日から消しましょう。そうですね、もうそれは、うん、あのもうちょっと葬っといて、思っててもいいよ、思っててもいいけど、うん、もう口にしないこと。いやもうこれ、もう俺たち面白いし能力あるしだけでいいじゃんみたいな。ああわざわざこっち引っ、ね、それを引っ張り上げなくていいよ ねみたいな。うん、でもこれあれですよ、あの新宿会同様、最終的にはめぐみママに締めてもらうっていうね。この同じ形で3ヶ月後にね、あれ、うん、そうなんです、もう終わるんです、もう終わるんです、終わっちゃうから、ほんまに終わるんですよ。あれですよ、次3ヶ月後、4ヶ月後、うん、あと1分です、はい、ちょっとそれをなくしたお二方がちょっとどういう風になるかっていう ね僕なんか本当にメンヘラホイホイとダメ人間製造機としか言われてこなかったですか。もう面白いくらいにね、もう完全にホイホイ製造機だよ。もう依存したい子しか来なかったですからね。でこれが果たしてどうなるのか、本当はあれですよ、メンヘラホイ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 だった。あ、そうですね、メンヘラホイ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 でしたね。いやこれすごいな、メンヘラホイホイとメンヘラホイ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 をね、コンプリートだこれ。はい、これですね、ちょっとね、僕ら話し出すとね、止まらなくなっちゃうんですけども、ちょっとまとまんないですが、多分画面の向こうに少数いらっしゃる、多分僕と局長に共感を持った人はちょっと参考になったんじゃないかなと。これこじれ男子のね、そうめぐみちゃんが入ることによってね、めぐみママが入ることによってちょっとこれ分かってくれたんじゃないかな、僕らのあの何がダメなのかあのっていうところはね。そうそうそう、どうしてゲルグーなのに宇宙空間に出ることができないのかみたいなところはね。そうですね、そう、なぜ地球星なのか、なぜアムロがララーのことを好きになったか未だによく分からないですもんね。何回も見てるんですけど、そう何回も見てるんですけど、何回見ても分かんないですよね。好きになったか分からんのです。なんでセイラさんじゃないんだとというところなんでございますけれども、まあ収集もつかないところで、次回夏の回でまたこの3人でぐだぐだ喋りたいと思いますので、トラウマ持ってる人みんな待っててね。それではバイバーイ。